マリアナ・ストレンチはカナダのバンクーバー出身のポップロックバンドである。ボーカルのジョッシュは音楽の教師である母とレコーディングスタジオを所有する父の音楽一家に生まれ13歳の頃から歌の活動を始めた。後に姉のサラたちと共にラムジー・フィクションと呼ばれるマリアナ・ストレンチの前身となるバンドを結成。高校時代にはヘロイン中毒になり、 退学を余儀なくされ、同時に神経性無食欲症や神経性退職症、うつ病などにも苦しんだ。ラムジーフィクションの活動が思うように進まない中、ジョッシュは高校時代の友人マットと再会。後に新聞広告でドラマー募集のバンドを探していたイアンを見つけ、連絡を取った。イアンを通して当時彼のルームメイトであったマイクを誘い、4人は、 マリアナ・ストレンチというバンド名で活動を開始した。2003年1月8日にニッケルバックのチャド・クルーガーのレーベル604レコーズと契約を結んだ。2002年にセリフタイトル EP マリアナ・ストレンチをリリース。後2006年10月3日にファーストアルバムフィックス・メをリリースした。バンドは初めフィックス・メという曲を収録する予定でいたが、後にできたセイエシングの方が シングルに向いているとして外し、フィックス目はアルバムタイトルとして残すことにした。また、スキンボーオンズは、ジョッシュの神経性無色欲症や神経性退職症について書かれている。2009年2月24日にセカンドアルバム、マスターピースシアターをリリース。コンセプトアルバムになっており、1曲目のマスターピースシアター愛が、 アルバムの基礎となり六曲目、マスターピースシアター t h 2で広がりを見せ、最後の曲、マスターピースシアター t h e 3では、アルバム内全曲の歌詞を引用、リズムやメロディーを取り入れた展開になっている。二0 1年十一月三十日には、マスターピースシアターのディレクターズカット版をリリース。こちらには、アコースティック版のセレブリティステータスとクロスマイハート別バージョンの グッドツーユー、またビリー・ジョエルのカバーであるアカペラ曲 &So It Goes が収録されている。2011年11月21日にサードアルバム Ever After をリリース。こちらもコンセプトアルバムになっている。バンドはセカンドで達成できなかった曲感をすべてつなげることに成功し、アルバム全体を通して一つの曲になるように制作した。おもちゃの王国における フィクションの冒険物語をベースにした内容になっており、アルバムからのシングル曲、h a ン e ハ t トイ a r ホ Enough, スパ l ー Out, d e s p タ r e t バ Measures, s t a t e r By Now の Mega ト o l t では全てその物語を追うようなシナリオになっている。ボーカルの女子はその間レーベルメイトであるカーリー・レイ、ジェプセンのヒット曲、Call Me Maybe をプロデュース。この曲は2013年のグラミー賞において、 最優秀楽曲賞にノミネートされ、彼の成功とともに、バンドも広く知られるようになった。このことが後押しとなり、2013年4月10日に、バンドは、チェリートリーレコーズとメジャーレーベルインタースコープ、レコードと契約、後5月14日に EP、Face the Music をリリースした。2014年7月29日に、ポップ101フィーチャリングヒップホップアーティストアナミ、 バイスをリリース、また12月にセカンドシングル、ヒアズ・ツーザ・ゼロスをリリースした。これらは翌年春にリリースが予定されていたフォースアルバムに収録予定だったが、バンドはリリースを秋へ延期し、アストリアのリリースが正式に決定された時点で、2曲ともアルバムの雰囲気に合わないとして収録されないことになった。バンドはこれら2曲とフィックスメリリース前に、 レコーディングされていたプライムタイムとシッカーシングスの4曲を合わせサムシングオールド、サムシングニューと題した EP を2015年5月26日にリリースした。2015年10月23日にフォースアルバムアストリアをリリース。こちらもまたコンセプトアルバムであり全17曲で構成され、うち5曲は 映画のサウンドトラックをイメージしたオーケストラによる演奏曲となっている。アルバムタイトルのアストリアは1985年のアメリカ映画グーニーズの舞台であるオレゴン州のアストリアから来ており、アルバムにおいて映画のオマージュもしている。バンドはアストリア2周年である2017年10月23日に1曲目、アストリアのメガボルトをリリースした。映像は ヘイスタックロックなど、グーニーズの映画が撮影された場所で収録され、グーニーズハウスのオーナーから特別に立ち入り、撮影許可を得ることもできた。カーリー・レイ・ジェプセンの大ヒット曲、コール・メ・メイビー仕掛け人の正体はオーラ・ヌーズ2013年1月22日閲覧。カーリー・レイ・ジェプセンの大ヒット曲、コール・メ・メイビー仕掛け人の正体は オーラニューズ、news, 2013年1月22日閲覧。ロッツオブサンキュー、エストゥデイ、ウィードオルソーライクツーサンクザコミュニティオブ、アストリアフォーゼアーホスピタリティ。マリアナストレンチ公式ツイッター、2015年12月5日、閲覧。マリアナストレンチチャートヒストリー。ビルボード、2017年10月11日閲覧。レファレンスフォーピークスオンオーストラリアンアルバムスチャート、 マリアナ・ストレンチチャートヒストリービルボード2017年10月11日閲覧 AB マリアナ・ストレンチチャートヒストリービルボード2017年10月11日閲覧マリアナ・ストレンチチャートヒストリービルボード2017年10月11日閲覧カナディアン・アルバム・サーティフィケーションズマリアナ・ストレンチフィックスメ ミュージックカナダサイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。カナディアンアルバムサーティフィケーションズマリアナストレンチマスターピースシアターミュージックカナダサイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。カナディアンアルバムサーティフィケーションズマリアナストレンチエバーアフターミュージックカナダサイトウェブテンプレートではアクセスデート イコール引数が必須です。カナディアンアルバムサーティフィケーションズマリアナストレンチアストリアミュージックカナダサイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。セイニシングミュージックビデオビーボ2012年10月6日閲覧ディサイディッ2ブレイクイットミュージックビデオビーボ2012年10月6日閲覧シェイクトランプミュージックビデオ ビーボ二千十二年十月六日閲覧。クロスマイハートミュージックビデオ。ビーボ二千十二年十月六日閲覧。オールツーマイセルフミュージックビデオ。ビーボ二千十二年十月六日閲覧。ビサイドユーミュージックビデオ。ビーボ二千十二年十月六日閲覧。セレブリティステータスミュージックビデオ。ビーボ二千十二年十月六日閲覧。 Good to You ミュージックビデオ。Beebo 2012年10月6日閲覧。Haven't Had have Enough ミュージックビデオ。Beebo 2012年10月6日閲覧。Fall Out ミュージックビデオ。Beebo 2012年10月6日閲覧。Despareto Measures ミュージックビデオ。Beebo 2012年10月6日閲覧。Stutter ミュージックビデオ。 ビーボ、2012年12月23日閲覧。ポップ101、マリアナストレンチ。ビーボ、2014年8月11日閲覧。ヒアズ・ツー・ザ・ゼロス・ミュージック・ビデオ。ビーボ、2015年5月27日閲覧。ワンラブ。ビーボ、2015年11月12日閲覧。ありがとうございます。